何の真似だ。失礼しました、バルトロ様の命は。バルトロ閣下は接客中です、こちらへ。しばらく。しかし、さすが遺跡や歴史の本も多いな。あの本、クルオシキアイノス、ちょっと読んでみるか。おい、本が浮いて見えるって。大丈夫、まったく俺が持つから貸して。なるほど、愛と苦悩を叫びながら10年後に読み返した作者が自分の、そういう意味でもクルオシキ、そう、ラスレイ、君情熱家なんですね。二人の、バルトロ様の準備が整っ、姫様は、なぜだ。アリーシャ様にはマーリンドの件か。はい、分かった。アリーシャ、前からあった仕事の話なんだ。こちらへ。えん、待たせておいてわざとだね。汚れが消えないわけだよ。待たせたな、どうしよう。毒でも入ってそうだ。心配無用。我々は君と紹介しよう。ハイランドの法王を司るシモン・リツ。そして王のホヒツタル。バルトロだ。スレイです。俺も話をしたかった。おい、素直に信じすぎ。度胸はあるよ。美味しいな。あり、どういう関係だ。友達だよ。俺、立て前はいい。スレイさんとアリーシャさんがお互いを利用して、何、アリーシャを利用なんてしないし。さて、本物の疑われてるね。いいよ、しん、よくはない。王族が偽同し、脅迫か。証明すればいいのか、本物の同志だって。本物かどうかなどどうでもいい。問題は国民が君を支持し、民というものは常に、確かに人々の過剰な期待には、民衆は誠に愚かで。しかしだから俺が単刀直入に言おう。ハイランドを守護する同志として、近年災害が続いて、全く愚民ども、もちろん十分前金だ。聞くところによると、我らの仲間になるなら遺跡だ。アリーシャ姫に、かの姫は、アリーシャが疫病の町に、強情な騎士姫も、あ、もっとも本人が疫病にかかる。そういうわけだ。断るよ。残念だな。話してわかる人たちじゃ、むしろ良かったよ。偽同士風情が後悔するぞ。待て、一体どういうことだ。王宮内に物質、これは
バルトロ様の目を。スレイをどうする気だ、バルトロ卿。王宮の見学は済んだよ。行こう、アリーシャ。自分の夢は自分で叶えるよ。俺も、アリーシャも。ああ。民を惑わすイカ様同士を成敗いたします。下がらないと怪我をしますぞ。この力、バルトロ卿、その代わりもう二度と。バカな、放置、いや、こんな、な、国より自分の神、あんたたちは風の骨、アウサスギルド。そう、こいつは我らをたばかった。バルトロ大臣が、な、決まったか。やめろ。頼む、ハイランドに必要なもの。噂通り、よく聞け、バルトロ卿。侮るな。なぜ。大丈夫。変わった暗殺者だね。王宮にまで忍び込むなんてね。出会い、クセマロだ。やばいぞ、スレイ。お前たちのおかげで仕事が。返礼だ、ついてこい。俺の力じゃ殺しちゃう。早くしろ。あとは自分で切り抜けないの。これは、厨房がこんな場所に繋がっていたなんて。風の骨は知ってたんだな、この抜け道を。けど、警告のためにここまでやるなんて、まともじゃないよ。
ここは確か転移見聞録に。秘密の地。ああ、かなりの気。どんな人間が閉じ込さぞ恨みを残したのでしょう。アリーシャが気に病むことじゃ。私は大丈夫だ。とにかくうち開いている檻もありますわ。教えてくれた言葉だね。私の支えなんだ。ああ、そうか。何？多分ここ聖剣の遺跡とつながってるよ。直台も建築も同じ様式か。言われてみれば同じ時代にあったこれだけの巣。聖剣の遺跡まで行けばレディレイクは巨大な地。嬉しそうに笑うんだな。ふん、どんな時でも。なるほど。甘やかすなよ。スレイは自覚すべきなんだ。そんな変人に付き合う人も。鏡見たら。まあこんな仲間に変って言う。やっぱり日が昇ってる。スレイ。私、屋敷は追っ手がかかっているはずだ。湿った服も乾かさないと。ですわね。また怒っちゃいましたわね。おかげで汚れが払い、かなり結果論だ。でもよかった。そ
んな最後みたいに。最後なのです。私は疫病の町だろ。大臣たちの思惑はどうあれ、マーリンドが疫病に苦しんでいる私はできることをしたいんだ。アリーシャ、バルトロたちは笑うだろうけど。分かった。ダメだ、私に関わっては。でもどうやってマーリンドへ。それは何とかする。だったら一緒に何とかしよう。その方が早く何とか。どの道橋は必要だしね。みんな、お礼はいいよ。昨日の料理。さあ、橋の様子を見に。